スクーチ。ヘルシンキでの2007年大会にて。アンディ・エイブラハム。ベオグラードでの2008年大会にて。イギリスのユーロビジョンソングコンテストでは、イギリスにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。イギリスはユーロビジョンソングコンテストの第2回大会である1957年大会で、初めて出場した。 英国放送協会は1956年大会への参加も希望していたが、欧州放送連合に参加の申請をしたのは締め切りの後であった。2017年の時点でイギリスは最長の連続参加記録を持っている。1958年大会での不出場の後、1959年大会から一度も欠かさず参加し続けている。 参加回数ではドイツのみが、イギリスよりも長い参加経歴を持つ。1999年大会ではルールが改正され、イギリスは、ドイツ、フランス、スペインとともに、過去の順位に関わらず、無条件で大会の決勝に参加できるものとされた。これは、この、ビッグ4と呼ばれる4国が、欧州放送連合への拠出が大きいことによる。2008年、 ビッグ4の無条件での決勝進出の権利がなくなり、すべての参加国は準決勝から始めなければならなくなるとの言説が流れた。しかし、ビッグ4は2009年大会でも準決勝を経ずに、決勝進出が無条件に認められることが確認された。1998年大会までの間、イギリスはほとんど毎回、上位10位以内に入っていた。 その後は、2002年大会のジェシカ・ガーリック、2009年大会のジェイド・ユエンを除いて、順位は低迷し、10位以内に入ることはなかった。2003年はイギリスは1ポイントも得ることができず、史上初めて再開となり、イギリスのユーロビジョンの負の歴史となった。2008年にも、同様の結果が繰り返された。 2007年では、イギリス代表のスクーチに対して、アイルランドとマルタのみが得点を入れた。特に、マルタはイギリスに最高得点の12点をつけた。この年、アイルランドのみが、イギリスよりも順位が低かった。1999年のルール改正によって、参加国は、自国の公用語以外の言語も歌詞に使用できるようになった。 それまでのルールでは歌詞に英語を使えるのはイギリスとアイルランド、マルタのみであったが1999年以降はこの利点は失われた。2008年2月、スコットランドがユーロビジョンに参加することを妨げることはできないと報じられた。これは、さらにはイングランドとウェールズ、北、アイルランドも イギリスとしてではなくそれぞれ個別に参加の可能性をも示唆するものであった。しかし、欧州放送連合はこの可能性に関して議論したことはないとし、英国放送協会とはイギリス全体として大会に参加する契約をしているが、英国放送協会がこれを変更する計画はないとした。 2008年5月26日、英国放送協会は2009年大会にイギリスとして参加することを発表した。2010年代以降は成績の不振により大会からの撤退、または大会に対するボイコットを求める声が多く聞こえる。2019年の調査によると2019年以降も ユーロビジョンソングコンテストに参加するか否かについて明確な意見を持つイギリス人のうち52%は大会からの撤退を望み48%は参加すべきだと思うそのうちブレグジットを支持する人の71%は撤退を望む一方 EU 残留派の64%は参加することを望んでいるイギリスは 全ての大会を通しての累積得点が最も高く、また5回の優勝を経験している。これは7回の優勝を経験したアイルランドに次いで2番目に多い。イギリスは15回2位となっている。イギリスは2004年大会までは毎年1点以上の得点を得て、その最長連続記録を保持している。1997年大会では、 カトリーナザ・ウェイブスのラブシャイン、エイライトは参加二十六カ国から二百二十七得点を集めた。しかし、二千三年にこの連続記録は途絶え、二十六カ国の参加があったにもかかわらず、一点も得られなかった。九百七十六年、イギリスは十七カ国から百六十四得点を集めた。これは一カ国あたりにすると九点六四得点であり、 この記録は破られていない。イギリスはまた過去に8回大会を主催しており、その数も最多である。イギリスの優勝回数は5回であるが、この他に前年度優勝して主催権を持った別の国が主催権を返上したり大会に出場しなかったりした年にイギリスで開催された回数を含むアイルランドは7回優勝し、大会を7回主催している。 イギリスは1回の大会で最高得点である12点を最も多くの国から得た記録も持っている。1997年10カ国から12得点がイギリスに入った。しかし2009年にノルウェーが16カ国から12得点を集め、これに並んだ。ただし1997年は25カ国が大会に参加していた一方、 2009年は42カ国が参加しており、両者は単純には比較できない。2003年までイギリスは旧植民地の国々からの得点を状態的に得続けており、アイルランド、マルタ、そしてより警備ながらキプロスやイスラエルから得点が入っていた。しかし2003年にイギリスは初のゼロ得点を記録して以来、 アイルランドのみがイギリスに得点を与え続けるようになった。イギリスから高得点が送られた国々、イギリスに高得点を送った国々、出典得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。長年にわたり、英国放送協会による中継では、ベテランのラジオやテレビのプレゼンターが起用されてきた。トム・フレミング、デイビッド・バイン、 デビッド・ジェイコブズ、デイブリー・トラビス、ピート・マーレー、ジョンダン、マイケル・アスペルラも登場している。しかし、テリー・オーガンは1980年から2008年まで、毎年、英国放送協会による中継を続けている。スコットランドは2009年大会への参加を計画していた。スコットランド国民党は長年にわたり、スコットランドのユーロビジョン参加を訴え続けてきた。 しかし、スコットランドがイギリスの一部であり、英国放送協会がイギリスのユーロビジョンを代表していることから、スコットランドの参加は拒否され続けてきた。2008年2月11日、欧州放送連合は、スコットランドの放送局が、欧州放送連合に加盟することは可能としつつ、現行の規定では、ユーロビジョンに関しては、英国放送協会が、 イギリス全体を代表する、排他的権利を有するとした。スコットランドを代表し得る放送局としては、STV、ボーダー TV、BBC スコットランドがある。欧州議会議員のアラン・スミスは、欧州議会にて、他の小国はできた。このプロセスを進めるすべての放送局を、私は、喜んで助けたい。と述べた。しかし、もしスコットランドが参加すると、 ウェールズや北アイルランドの参加にも道が開かれることになる。ウェールズの放送局 S4C はすでに参加意欲を表明しており、のみならず毎年ウェールズの国内大会、カンアイジムルーを開催している。しかし、2008年5月、イギリスが2009年大会に参加することが発表され、これによってスコットランドが単体で大会に参加することはできなくなった。 2008年8月12日、テリー・オーガンは、ユーロビジョンソングコンテストのイギリス向けの中継への参加を止めることが確認された。BBC ラジオ2の DJ で37年間にわたって、英国放送協会の報道の顔であった。彼は、誰かと交代すべき時だと語った。後任は、グラハム・ノートンとなった。ありがとうございます。